本日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございます、アインズ様。よい、ナザリック最高の知者であるお前のために割く時間は常に有意義なものだ。それで私に相談とは？実は世界征服にあたり一つ考えがございまして。ほう。人間は神への信仰をよりどころとする生き物です。故にナザリックおよびアインズ様を神格化した神話を作り広めれば50年後100年後の統治もしやすくなるかと。なるほど、新たな神話をでっち上げるわけか。人の信仰心を利用するとはまさに悪魔の所業だな、デミウルゴス。恐れ入ります。しかしこの世界には四大神や六大神などの信仰がすでに根付いている。そうやすやすと新たな神話を信じるものかな。セバスはどう思う？すぐには難しいかもしれません。ですが例えばスレイン報告が報じる六大神は600年前に降臨したと聞いております。それだけの年月が経てば新たな神話も定着しうということだな。しかも六大神と違ってアインズ様はその間ずっと君臨なされるのでありんすからね。存在感が断地でありんす。人間は植物的なものです。姿の見えない神々よりも現実にお力を発揮されるアインズ様にこそ確かな信仰が集まるでしょう。そうかもしれんな。それでどのような神話を作るつもりだ？実は皆でそれぞれ神話を考え持ち寄ってまいりました。どの神話が最も恩義にふさわしいかお選びいただけますでしょうか？そうか、わかった、聞かせてもらおう。そうきたか。不安だな、みんな俺の評価高すぎるんだもんな。変にハードル上げられると今以上に胃が痛くなりそうだ。意図がないけど。もちろん、アインズ様の素晴らしさを最も的確に表現できているのは私の神話でありんす。おっと、それはどうかな。私とマーレの神話だって力作よね、マーレ。図書館でいろんな本を読んで頑張って考えてきました。これはアインズ様への愛が試される場でもある。負ける気はないわ。不安は不安だけど、みんな俺のために頑張って考えてくれてるんだもんな。ちゃんと受け止めてやらなきゃ。わかった、では順番に聞かせてもらおう。まずは私から発表させていただきます。セバスは良識もあるし、この世界の人々のこともよくわかっている。そうそう変な話にはならないだろう。原初の時代、この世界は至高の41人アインズウール・ゴーンに創造され、人々はその慈悲のもと平穏を感受しておりました。やがて至高の恩方々はもはや自分たちの手助けは不要と判断され、世界を去っていかれました。しかし人は善と悪、強さと弱さを併せ持つ生き物です。至高の恩方々の統制を失った後、彼らは己の欲望に負け、世界の覇権を求めて争うようになりました。その結果が今のこの世界のありようなのです。至高の恩方々は自らの手を離れた世界が荒れ果てていく様を大層嘆かれました。そしてその長たる恩方がアインズ・ウール・ゴーンの名を背負われ、再びこの地に降臨なされたのです。結構ガチ神話できたな。でもまあこれくらいなら。再臨されたアインズ様は世直しのため正義の戦いに身を投じられました。テンション変わった。地上にはびこる悪を打ち、嘆く弱者を救うため、慈悲と正義の名のもとに骨身を惜しまず戦われたのです。逃げられると思ったらな。観念するのね。誰か助けてください。そこまでだ。んげどうでも。あなた様は
ムアグノはナインズールゴン。なんと思考の御方が、思考の御方々はこの地を去られた。こやつはその名を語る偽物に違いない。かかれ、あ、かかれ、かよき子供をさらう悪鬼の暗所業、断じて許さん。我が魔法の前に死ぬがいい。と、うわあ、その大いなる強さ、その高潔なる魂、見よ、これぞまさしく正義の体現。この混迷の世を救いたまう真の王とは、まさにこの御方を置いて御他人だ。以上、ご清聴ありがとうございました。大迫力でしたね、セバスさん。お恥ずかしい、つい語りに力が入ってしまいました。あ、ところで何やら途中でいろいろセリフが入っていたが、あと私の声が聞こえたんだが、あれは一度我々だけでリハーサルを行ったのですが、どうも語りだけでは臨場感が足りませんでしたので。アイン様のセリフはパンドラスアクターに喋ってもらって魔法で録音してまいりました。まさに正義の味方って感じだったね。正義、そうか、セバスを作ったタッチミーさんはヒーローものの話になるとめちゃくちゃ熱く語る人だったもんな。セバスもどこかで聞いてたのかな。強者に憧れるのは武人ならずとも生き物の差が、アインズ様の強さを強調するのは良い考えかと。戦争やモンスターの被害が頻発する今の時代ならなおさらね。だがアンデッドの私が正義を名乗っても説得力がないのではないか。それに正義を標榜しすぎると今後の活動において制約が多くなってしまいますね。デミウルゴス、あなたがご自分の趣味を自重なさればよろしいのでは。心外だね。私はあくまでアインズ様とナザリックのために行動している。人体実験の数々もまあ楽しくないとは言わないが、あくまで実利優先だよ。何にせよナザリックとしては悪魔やアンデッドの存在が受け入れられるような要素があった方がいいかもしれないわね。なら私の神話はどうでありんしょ。かつて世界には死という概念がなかったのであります。すべての生命は永遠の命を感受しておりんした。しかし、あのさ、うん、その言葉遣いやめない？ええ？リハの時も思ったんだけどさ、なんか雰囲気出ないんだよね。そうね。語りの間は控えたら？わかりました。かつて世界には死という概念がなかった。全ての生き物は永遠の命を享受していたのである。しかし永遠の命とは不便なものでもあった。老い、飢え、病、剣が様々な苦しみに耐えなければならなかった。お、神話っぽくなった。そんな世界を憂い立ち上がられたのがアインズ・ウール・ゴウン様であった。アインズ様は世界に死の概念をもたらされた。人を苦しみに満ちた生から解き放つべく甘美なる冥府への扉を開かれたのである。体が寒い、息が苦しい。アルメイド、なんてこと。しっかりしてください、アルメイドさん。おお、ついに動かなくなってしまわれた。なんと冷たい、だが安らかな笑顔だ。それこそが死である。こちらの神々しい御方は、
もしや我は生と死を司る不死者の王アインズ・ウールゴール。生も死も私にとっては状態の一種に過ぎない。そして生と無駄な苦しみを味わうだけの不完全な状態である。さらにアインズ様は死のその先に不死という概念をお作り遊ばされたアンデッドの誕生である。さまつな苦しみから解放され、永久の喜びを享受する完全な存在、それこそが不死なるものアンデッドである。あらゆる命はアンデッドとなって初めて本当の価値を得るのだ。アインズ様は世に名だたるリキア英雄を次々とアンデッドに変え、真の楽園を築かれた。アンデッドたちは生きる苦しみから解放されたことを喜び、アインズ様を称え忠誠を誓った。かくして不死者の王と呼ばれたアインズ様の傍らには一人の美しき吸血鬼の姫がいたという。待ちなさい。あら、アルベド、何か気になるところでもありんしたか。最後の部分よ、リハにはなかったでしょ。よりクオリティを追求した結果でありんす。物語にはヒロインが必要でありんしょ。あ、そうだ、ついでにこうしよう。最初に死んだアルベドは末永く姫の下僕としてお仕えしましたとさ。命がいらないようね。やめだって。もうリハーサルでも思ったが、アンデッド至上主義に偏りすぎではないか。というか単にシャルティアの性癖が全開なだけだな。アンデッドになれば飲食不要、病気になることも寿命で死ぬこともない。これなら飢餓や戦争に怯える民草もついてくるというもの。はあ、なんと素晴らしき不死者ライフ。ライフ？でもアンデッドになりたいかって言われても。一旦死ねってことだもんね。嫌がる人間の方が多いんじゃない。現世よりも来世に価値を見出す一種の終末思想ですね。熱狂的な支持者が現れるとは思いますが、一般的には受け入れがたいでしょう。アンデッドの方がいろいろ便利でかっこいいのに。アンデッドの利点を伝えるのはいい案だが、人間にはあくまでも生きたまま傘下に入ってもらわないとな。死んでいると増やせませんしね。こんな案を通すわけにはいかないわ。アインズ様、私の神話をお聞きください。そういえばアルベドの神話ってリハーサルやってなかったね。あの時には間に合わなかったの。でも時間をかけたおかげで満足のいく形になったわ。その地は神に見放されていた。人は醜く浅ましく、互いに富を奪い合い、憎しみばかりを募らせた。いくつもの国が生まれ、そして滅びた。その繰り返しだった。まるで世界そのものが滅びを望んでいるかのように。あ、雰囲気ありますね。神話っていうか新作ゲームの PV みたいだな。かすかな希望のかけらすら絶望の荒波にさらわれ砕け散る。滅亡への道をひた走る世界の中で、それでも愛と願いを捨て去ることなく神に祈りを捧げ続ける乙女がいた。その名はアルベド。え？はあ？馬の稲垣、野蛮な怒号、剣を手にした人間たちが下びた笑いを上げながら逃げる乙女を追いかける。駆け抜けながら乙女は祈る。けなげに、必死に、懸命に。そして血塗られた剣が振り下ろされた時、奇跡は起こった。大丈夫か。勇ましくも麗しきアインズ・ウルゴーン様が乙女をお救いになったのだ。この世は汚れ切っている。だが
お前のように清らかな者もまだ存在するのだな。アイン様は乙女の手をお手に取り、そのまま天へと昇られた。見るがいい。大地は汚れ、もはや救いようもない。故に新たな世界が必要なのだ。新たな世界の妃に、我が花嫁になってくれるな、アルベド。アインス様は夜空の星々を降らせ、汚れた世界を浄化なされた。その後、二人は地上に降り立ち、やがて夫婦となった。これがこの世界の始まりである。待てよこら、がっつい自分出してきたね。シャルティアが言った通り、物語にはヒロインが必要よ。なら守護者統括である私が登場するのが筋というもの。なんて面の皮の厚い。防御最強の守護者と呼ばれるだけはあるな。それちょっと違いません？アルベドが出ることの是非はともかく、そもそもこの神話、世界が滅んで終わってるんだが。そうですね、何か人間にとって魅力的な要素がなければ支持されないでしょう。だったらこうしましょう。この後二人は大いに励み、大いに子をなした。こうして生まれたのが人間である。くそー、確かに魅力的だが、それでは全ての人間はアインズ様の血が流れていることになってしまうぞ。うん、それは嫌ね。やっぱりやめましょう。人間も骨の血が流れてるとか言われても困るだろうな。やれやれ、今回の集まりは個人の願望を発表するのが目的ではないんですがね。デミウルゴスの言う通りだ。では次は我が神話を聞いてもらおう。ある小さな町に一人の少年がいた。少年は天涯孤独の身であったが、実直にして勤勉、勇敢にして曖昧で、多くの人に愛された。彼には人に見えないものが見えるという不思議な力があった。彼はその力に導かれ、多くの苦難に遭遇した。この事件は怪物の仕業だ。僕にはわかる。僕が何とかしなきゃ。町を狙う凶暴なる魔物タオー、人間をさらう非道なる魔女食べちゃうで、アリンス。恐るべき悪魔の謀略。どうも、私が全ての黒幕です。それらの最悪に彼は完全と立ち向かい、その勇気と不思議な力で勝利を飾った。えいギャークワーギャフン、勝った。退けた苦難が100を数える頃には、彼は100の試練を超えた英雄と称賛された。あなたこそ世界の覇者にふさわしい。みんな、あなたのおっしゃることに従うでしょう。やがて少年の前に一人の魔導士が現れた。あなたは。よくやった。私はアインズールゴン、お前の父だ。お父様。私は人間の愚かさを憂い、彼らを導く英雄としてお前を使わせていたのだ。よくやってくれた。これで世界は安泰だ。こうして人々を導いた英雄はやがて人知れず姿を消した。己の役目が終わったことを悟ったのだ。だがもしまた世界に混迷が満ち、人
人が歩むべき道を見失ったとき、アインズ・ウールゴーン様の加護が再びもたらされるであろう。以上です。いかがでしょうか、アインズ様。うん、よかったぞ、コキュートス。騎手流リタンというんだったかな。特別な血筋の主人公が苦難を乗り越えていく物語は大衆に好まれるだろう。ありがとうございます。まあ配役のせいか神話っていうより子供の学芸会みたいなほのぼの感があったけど、きっと子供にも人気が出ると思います。あんたもそういうの好きだもんね、トム・ソーヤーの冒険とか。冒険譚を補強して吟遊詩人に歌わせればたやすく広められそうですね。そうなるとご子息が必要ですね。その方が説得力がありんすね。そうかもしれんが、まあそれはなんだ、代役でいいんじゃないか。子供のスケルトンを作るとか。本物の方が説得力がありますので。いや待て、お前たち、そんな二人であって近っ。デミエルゴス、次の神話に行ってくれ。かしこまりました、アインズ様。では私の神話を発表させていただきます。かつて世界は強大なる悪魔の軍勢に支配されていた。まさに地獄と呼ぶしかない光景だった。人間は奴隷として虐げられ、悪魔たちが行う残虐行為の犠牲となった。過酷な人体実験を繰り返されるもの、生きたまま生皮を剥がされるもの、同胞の屍を食わされるもの、おぞましい虫に体を内側からむさぼり食われるもの。やけに具体的なんですけど。っていうかほぼ実話だよねこれ。世界が絶望に覆われたその時、現れたのが救世主アインズ・ウール・ゴーン様であった。アインズ様は悪魔の軍勢に戦いを挑まれ、その大いなる英知と魔法でついに彼らを撃退された。ありがとうございます、アインズ様。世界は救われました。あなた様こそまさに世界を支配されるべき御方、どうぞ我らをお導きください。残念だがそれはできない、私には他になすべきことがあるのだ。そんな、この地にとどまり我らをお助けください。お慈悲を、どうかお慈悲を。いよ聞くがいい、人間たちよ。悪魔の軍勢は完全に滅ぼせたわけではない。いずれさらなる力をつけてよみがえるだろう。私もまた今度こそ決着をつけるため、今以上の力を手に入れなければならない。なんと、今よりもさらにお強くなられるとおっしゃるのですか。さすがアインズ様、人知を超えられた御方。私は必ず帰ってくる。その時こそお前たちの頂点に立つことを約束しよう。さらばだ人間たちよ。アインズ様。人々は希望を胸にアインズ様を見送った。いつかアインズ様がお戻りになると信じて、そして今、予言通りにアインズ様は再臨なされた。かつての約定を果たされるために、人は今こそこの日のために築き上げてきた全てをもってお仕えするべきなのである。そう、アインズ様の家畜として。え家畜？はい、家畜です。家畜？ Yes、 家畜。その進化ではダメか。本来ナザリックは異形なるものの地、その末席に加えられるだけでも栄誉なことです。故に決して増長することのないよう、自分たちなど家畜同然であるという自覚を持ってもらわなくては。そう思わないかね、セバス。ツアレはナザリックのメイドとして迎え入れることが決定したはずですが。私は志の話をしている。アインズ様のご決定に異を唱えるつもりなど毛頭ないが、彼女にも夢
謙虚さを忘れずにいてもらいたいものだ。例えば自ら首輪をつけてみせるとかね。デミウルゴス、なんという。やめなし、アインズ様の御前でありんす。至高の御方にお仕えする者同士で言い争うなんて見苦しいわよ。あなた方が言いますか。ところでアインズ様が一度この地を去られるというくだりは必要なのか。もちろん。そうすればこの地の元々の支配者はアインズ様であり、現在信仰を集めている神々はアインズ様がお留守の間に現れたポットでの新参者であると主張できる。そんな都合のいい設定信じてもらえるかな。ただ主張するだけでは無理だろうね。しかしその主張を裏付ける事実があれば話は違う。ヤルダバウトによる王都襲撃、あれを利用するのね。あ、なるほど。あれを神話の悪魔が蘇ったんだってことにしたらみんな信じてくれそうですね。仮に信じなくても実際に悪魔の脅威にさらされればアインズ様にすがるしかなくなるでしょう。デミウルゴスらしいとは思うんだけど、去った俺が戻ってくるってところにデミウルゴスの願望が現れてると考えるのはうがちすぎかな。本当は俺じゃなくてウルベルトさんに戻ってきて欲しかったとか。ああ、いや、そういう想像はやめよう。さて、あとはアウラとマーレの神話だけですね。二人もリハーサルには間に合っていなかったな。はい、考えすぎて時間かかっちゃって。それだけ力が入っているということでしょう。楽しみですね。皆さんの後だとちょっと自信ないですけど。安心なさい、マーレ。シャルティアのよりひどいってことはないはずだから。アルベルの方がひどかったでアリンス。はいはい、そうね。どう転んでも二人のよりはマシかな。なんですって。まあなんだ、気楽にな、二人とも。はい、ありがとうございます、アインズ様。さて、二人の考えた神話はどんなのかな。子供らしい明るい感じか。あ、いや、マーレは図書館に入り浸ってるから意外と本格的かもしれないな。豊かな自然が息づく大地、穏やかに暮らす獣たち、そんな悠久の楽園に突如として土足で踏み込む邪悪な影があった。その名は人間。傲慢にして下劣、貪欲にして野蛮なる者ども。彼らが獣たちを襲い楽園を汚す時、五人の戦士が立ち上がる。至高の勇気、アインズレッド。至高の英知、アインズブルー。至高の人徳、アインズクリーン。至高の恐怖、アインズブラック。至高の慈悲、アインズピンク。至高戦隊、アインズファイブ。5人？俺が5人？天より現れし至高の5人、アインズファイブ。哀れな動物たちを救うため人間たちをちぎっては投げ、投げてはちぎる。一気に決めるぞ、至高バズーカ。至高バズーカ。しかし倒された人間たちはしぶとくも融合合体、巨大化してアインズファイブを踏み潰そうとするのであった。こうなったらナダレク変形だ。変形？完成、至高合体大奮闘。巨大ゴーレムに変形したナダリックの力でついに人間たちは滅び去った。滅びちゃうの？勝ったな。でもまたいつ人間が暴れ出せないとも限らない。一匹見たら30匹というかね。何の人間が立ち上がろうと叩き潰せばいい。そうだろ、レッド？ああ、もちろんだ。戦え、アインズファイブ。負けるな、アインズファイブ。世界に至高の平和が訪れるその日まで。カオ。
その二人とも。はい。これは何を参考にしたのかな。はい、マーレが図書館で見つけてきた本がこんな感じでした。神話コーナーの隅っこに置いてあったんです。あー、そっか、神話コーナーにあったらそりゃ神話の一種だと思うよな。で、誰だよ置いたの。いや、絶対タッチさんしかいないけど。歴史はあるけど神話じゃねえよ。マーレがどうしてもこれがやりたいって言うから。お姉ちゃんだって面白そうって言ってたじゃない。これは、いや、これはな、俺が5人いるとかアルベドあたりが不敬とか言い出しそうだな。子供のしたことだし、なんとかフォローしないと。アインズ様が5人も。ありなのね。勇気、英知、人徳、恐怖、慈悲、アインズ様の偉大さを分かりやすく5分割したのだな。確かにアインズ様はその全てを兼ね備えておいででありんすものね。いざとなればナザリックが変形できるというのもいいハッタリになりますね。意外な好評価。お待ちください。さすがにセバスは止めるか。ナザリックの変形時に熱いテーマソングが流れるとよろしいかと。だよね、タッチさんちの子だもんね、お前ね。おのおのの発表が終わりましたが、アインズ様、どの神話がよろしいでしょうか。どれもよろしくないというか、何かしら問題があるんだけど。でもせっかくみんなが頑張って考えてくれたんだしな。そうだ。それぞれ見るべきところがあった。みんなよく考えてくれたな。はっ。そこでだ、一つの案にこだわるのではなく、それぞれのいいところを合わせてみるのはどうだ。おお、それは良きお考えです。さすがアインズ様、早速掛け合わせてまいりましょう。世界に邪悪がはびこるとき、正義の王が立ち上がる。その名は偉大なる不死者の王、アインズ・ウールゴン。彼の傍らには美しき吸血鬼の姫君が。アインズ様は清らかな乙女アルベドを救い、汚れた世界を浄化された。そして誕生した新たな人類をアインズ様のご子息が導かれた。しかし悪は滅びてはいなかった。残虐なる悪魔の軍勢が世界を混沌に陥れ、アインズ様は再び立たれることをお決めになった。さあ、今こそ変形よ。超思考合体ナザリック大噴暴。かっこして、世界に平和が訪れたのであった。カン。やっぱやめよう。